本日はたくさんの方にご来場いただいて、本当にありがとうございました。今日は選手たちが、皆様をおもてなしする会でしたけども、いかがだったでしょうか。楽しかったでしょうか。僕も、たくさん見てたんですけども、本当に芸達者でした。来シーズンはもっと練習してサッカーをもっと上達できるように頑張っていきたいと思います。でもいつも僕は選手たちに求めるんですけども、選手たちは試合に勝つこと、あといい試合をすることで常に選手、皆さんを喜ばせようと日々全力で頑張ってます。で、今日皆さんに、選手たちがおもてなししたこともその一つで、本当にこうプロの選手として皆さんを喜ばせる、皆さんになんとか喜びを持ち帰ってもらえるために日々全力で頑張ってます。僕自身今年パジアーノの監督になって一番感じたことは、本当に我々の選手たちは本当の意味でプロフェッショナルだなとよく感じてました。一人一人に責任感があって、一人一人にチームに対する愛があって、だからこれだけ献身的にプレーができるチームなんだなと、それがファジアーノのきっと伝統なんだと思います。今年1年本当に充実した1年でした。だけどやっぱり J1 に行くためにはもう少しだけ足りなかったなと、そういう今思いです。また新しいチームになりますけども、選手たちとあとここにおられる皆様と力を合わせて、来シーズン今年届かなかったあと少しのところをしっかり埋めて J1 への切符を勝ち取りに行きたいと思います。来年も全力で頑張ります。応援よろしくお願いいたします。今シーズンはありがとうございました。